はい、えー。それではね、エルゼミの、えーの、まあ、ガイダンスというか、えー、どんなことをやるのかというのを、えー、一緒に話をしていきたいと思います。タタントアレックスにこそ便利者をおです。皆さん、こんにちは。こんにちは <laughs> はいね、始めていきましょう。というところであのまあゼミでね、えー、何をやるのかというところをまあちょっとね、えー、15分ぐらいかけて話をさせていただこうかなと思いますね。15分長いかもしれないですけどねこの間ネットで見てたら最近のねあのすごい若い世代の人はなんかもう15秒しか見ないんだみたいなねさすがに15秒じゃガイダンスはないしねもう,もうこれで終,終わってもう遠くに過ぎてますからねはい挨拶で終わっちゃいますから <laughs> あの私も TikTok 世代ではないですからねなかなか15秒は難しいですけどまあ15分ぐらいでね軽くて。 話をしていいいきたいと思いますと、えーまあゼミというところで何やってんだよゼミって感じですよねよくゼミだゼミだと聞くんですけどまあまあ簡単に言えば二人三脚で合格までまあ合格までかな頑張っていこうじゃないかと、うん、そういうものになりますとはい。で まあいくつかちょっとね、ここ書いてありますけど、まあ私のね、ゼミ、まあ毎年やらせていただきます。本当にね、あの、多くの受講生の方ね、ありがとうございますと。またね、あのぜひよければ、あの一緒にね、勉強していきたいなと思うんですけれども、あの、まずね、当連ではないんですよね、ゼミって。だから論文の答案をあの添削してもらって、ただ、どうなんですけど、答案を出して帰ってくるっていうのであれば、本当別にそれは当連で十分で、うん。で、逆に、 そう、ゼミというのは、そうじゃないんですよね。だから、あの、まあ、相対的な、こう、全体的な流れを見るのが東聯。要するに、客観的に、おお、東莞って見ていくのが東聯に対して、ゼミっていうのは、こう、その人、その人に合った見方っていうのをしていくと。 いうことになります特に私の場合は論文というのはねこの点数を取ることっていうのを意識して相対的な位置づけですよね要するにあの絶対的な観点じゃないんですね、うん、論文というのはそこをしっかり意識していただきたいとでじゃあどんなことを指示してるのかそこに書いてありますたね過去問です私の場合は、うん、過去問の徹底学もう過去問をしっかりやっていこうという形で今年のなんかねエルゼミがあのそんなねあのもうやったと私にとってみたらねもうこれは素晴らしい企画ですよ。 うん、だっておでかい <laughs>、ね、これ過去問を多彩なバリエーションに進化させてるシアこれかけてる進化しちゃってんだから過去問がねポケモンだったら大変なことでしてドラクエだったら進化したらね第二形態とかになっちゃうそんな問題でやっていこうゃあ今年はねこれいいですよね過去問ベースで私はもう本当に過去問をしっかりやってほしいやっぱね試験ってのは過去問が大事なんですね、うん、ただね過去問っていうのが論文は使いこなせないんだよ受験生が。 そうなんですよね。担当もまだ分かんないよね過去問の使い方で口述もまだ分かんない論文が一番ねどう使っていいか分かんないの、うん、過去もあるんだけどどう使っていいか分かんないなのでまあこのねエルゼミを通してあの私の目標としては最後過去問が勉強できるようになることなんで。 そうなんですよ私のいるゼミの目標、まあ、あの最後の目標は合格ですよ当然 <laughs>、ね、よし過去問勉強できるようになったぜっ,ってね, <laughs> ね合格しちゃいけないから合格が最終目標なんだけれどもやっぱ過去問をしっかり勉強していくとでそのためにはまあ論文考練もなんていうのもねあったりするんで,後でまあとで話をしていきたいと思いますあとね自分のゼミはもうねこれうんあのごめんなさい私はもう勉強の中の一番の目的は、ね、やっぱ楽しく勉強するっていうことがすごく重要だと思ってますねで実際自分のゼミ に関しては結構あの楽しかったって言っていただけることがあの多くてもう,もうねここですよ、うん、楽しく勉強進めるってことが大事かつ点数を取ること、うん、っていうことというになりますそうなのよだからもうそこを優先してやっていただきたいよくねやっぱどうしても皆さん勉強ってね勉強ししたい内容しちゃうよ、うん、自分のやりだこでやっちゃうんだけどそうじゃなくても合格するための勉強。 っってていいいうととところをししかり位置づけたただきたいと思ってますとじゃあゼミでの学習スタイルっていうのがどんな感じかというところで一、えー、つ目ね前半はね予習問題あこれ、ね、予習問題があるんです先生のゼミえー、ちょっと待てよとね問題予習問題って、まあ、結構ねあのもうそのままの問題だったりするんですけど実際のよかったねこんな楽勝じゃないかと思うでしょこれが書けない。 でなぜ予習問題を配ってるか、そしたら単純で、前半は皆さんの能力の最大限を使ってほしいの。よくあるんですよ。あ,あこれ時間ね、なかったからえ。時間なくてこれ読みませんでした。あ,あ時間がないかああ時間あれば分かったんですよ。本当にじゃあ時間たっぷりあげますよ。一週間あげます。一週間考えて思いつかない項目は、試験本番で思いつくわけない。そこを明確にしていただきたい。自分が本当に時間がないのか。いやいやいや、まだまだ実力不足なのか。 そこをしだからこの予習問題をしっかりやっていただく特に、えー、担当のある方はね、えー、自分のゼミっていうのはねこれ前半と後半あそうそうゼミっていうのはさ前半と後半っていうのがさあるじゃないですかあの時期がねあるじゃないですかってさ言っても、あのー、こんな感じで、ね、スケジューリングでこで真ん中にねオリジナル回ってなるのでここで分けてます自分の前で前半をね前半戦後半後半戦当たり前やって、ねあのー、いうふうに言ってるんですけれどもでその時に この前半戦は担当の人も一緒に論文を勉強していく。でね後半戦はねさすがにね担当の人は論文書くのきついんだよね。うん、時間もやっぱ論文を担当の勉強やらなきゃいけないしもう,こう下散歩やらなきゃいけないから。だからここはね自分のゼミの場合は担当モードっすよね、うん、ちょっと違うことやってもらいます担当組の人は。だから当案はもうゲソこの辺になってくるとの担当組の人は書かなくて別に担当の問題を解いてもらう。 ただねね構成はしてもらうの、ね、だから論文では触れてほしいんだけど1週間に、まあ、もうちょっとだけ論文に触れていくっていう感じのイメージになりますもしかしたらしょうがない担当の人はやっぱり優先が、えー、どうしても担当の勉強になっちゃうからただまあ人によるんですけどね、うん、あのまあここはまた個別に相談させていただきたいと思いますんでただ前半は担当組の人もがっつり論文をね、うん、勉強していただきたいというふうに思っていますと。 はい、でそれから、えーとね、そう自分の場合は予習モデルを出してきてもらって、まあ、当然答案内に、えー、問題解いてもらいますと。で3番目ここが、ね、自分のゼミの場合保管のゼミにはない特徴で答案回収しまません始まってする何をするか自分の答案を、ね、分析してもらうんです。 まず、ね、自分の答稿を客観的に見てもらう。でこれは要するにあの実務的に言うときね何をこれ想定してるかっていうと、まあ、特許なんかですとよくクレーム作る時にサポートを探すんですね。明細書の自主形態にこのクレームの読みあるかな中間なんかよくあるんですよ。検察事実実実きましたと補正しようとああこういう補正がいいぞって明細書記載あるかなってねえやってなったりするのね。で意外にね自分では書いてると思ったことは書いてなかったりするわけ。 だからそういった意味ではまず自分の目で自分の答案をしっかり見ていただきたいというのが私の目標目的ですねまず一つは。意外にねそうするとあれレジュメでこう言ってるけど自分の答案これって書いてあるのかな書いてないのかなと思うんだよ。あのね書いた人が分かんないのは他の人は見たらもっと分かんないです。うん、だからそこでまず自分で客観的にあこの書き方じゃダメなんだとかいうことをしっかり勉強していただきたいんですね。で当然ねそれで終わったら単なる自習ですからそれを私が回収します。 しして、ね、そのチェックが正しいのかどうか、ね、いやこれ、ね、本に「丸つけてるけどどこに書いてあるんですかってこれ多いんですやっぱり自分としては「うん、いや理由書いてあると」と、ね「ちゃんといいアク時間書いてある」「どこにあるの」っ、ね、て「重複公開」ね「丸○あ」が、ま、分析書だとあるんですけど重複公開っていうのが例えば自分で書いてあるってるんだけどどこにその言葉入ってんのあれよく見たら入ってませんでした。 そうなんです、ね、自分では書いてると思ってるけど書いてないってことがあるのでこの自分のトーンを分析するっていうところですねなのでこの実は1番と3番をどれだけしっかりできるかが来年の合格に結びつきますここを甘くやっちゃったら力つかないですねっていうことになりますであとは5番と6番なんですけど次に6番でこの分析したものは分析シートっていう形で、えー、お返ししますあとでちょっと説明しますあとはね5番学習国 っていう、ね、アンケートを毎週していただいてますと。で、これね、もう例年あのお伝えする、あのえすけども、ちゃんと、自分の場合は、毎回、答案が終わったら、次の週までに、まあ、Google のフォームを使ってるんですけど、フォームで何を今週分かったのかとか、うん、あの分かんなかったことは何ですかと、あと学習時間だね。学習時間を報告してもらってますと。で、これね、まあ、言ってみますよ。学習のゼミのガイダンスで、これ私やってくださいっててるんだから、やってくださいね。 でなぜかって言ったらやっぱり学者時間を報告することによって自分の勉強時間を客観的に見ていくあとはだからゼミ生全員の勉強時間がこうやって出るんですよ次の,あの,のゼミ通信で何時間やってるやっぱ焦るわけだねあれ今ここだとなんだこう17時間とかあるんだけどあれこんなに20時間以上やってる人いるとかいうのでやっぱりそこはあの焦っていただきたいんですね。 そうであのこれまだ早い方なんですけどこれ例えばこれ13件って言ったんですけどゼミ性30人ぐらいいるはずなんですけど意外に入力率が悪いとかあるんですよ、うん、だってこれもやってくださいって前提ですからであのやる人はちゃんとゼミで頑張りましょう うん、でいうことだからあと分かったこととかあとゼミで分からないことで毎回毎回あのすぐ質問できればいいんですけどやっぱりねあのなかなかタイミング難しくすも、ね、復習とかするときに分かんないことできたりするかもしれないんで、まあ、こういう分かんないこととかあとはゼミ以外で聞きたいことですかね特にまあ私普段事務所で仕事やったりしてるんでそれ実務上なんかでもよく質問いただいたりしてね、うん、あのまあそんな形でこうお互いの双方向にできればと思ってますと。あともう回こののの論論文文というのを毎回お配りしています何かっていう 言ったら、まあ、まあ点数とか偏差値とか出るのは当然なんですけれども点数分布とかね、うん、で、まあ、順位とかあとコメントなんかも出てるんですけど一番大事なのはこっちその項目リストでこれが分析シートトっててていいうのにに基づいて出てくるリストになります、うんまあ、それ当然私が修正したりもするんですけどこれ丸手つけてるけど×だぞみたいな感じで修正した上で全部毎週集計をします。 で拡大するとどうなるかっていうとこういう項目について何パーセントの人がかけてるかっていうのを見てるんですそうすると皆さんは次の週に復習するときにこの表を使ってほしいのでなぜかっていうと皆さん論文の勉強するときって対レジメなんですよだから例えばここって出所温度を測ります禁止権の範囲を比例値の範囲まで拡大して6040万、まあ、防護御所かなこれ うん、多分ねで防護用紙のレジュメでレジュメにあると例えば書かなかった忘れてたってなるとあ落としたと思うわけところが見てちょうだいこれ正答率見るとねこの40%はまだいいけどこれ20とか6%ってほとんどの人書いてないのだからこんなのはレジュメにあっても無視していいんです逆に次の A 項目ですね例えば「兵は否認することができない」っていう項目って93%の人が書いてる7%の人は残念だこれ落とした人はめっちゃやばいよ ほかの人はみんな書いてんだもん。っていうのこの A 項目とかいうのがめっちゃ重要でこの A 項目を落とすのに勉強していくじゃあ何が A 項目なのかってこれがわからないそ <laughs> うでしょだって集めた結果出てくるんだもん。ということは勉強してくるときに何が A 項目になるんだみんなが書くのは何だこれを論文っていうの意識することが大事なの。でよくありがちな問題見ましたね先生ねこれってここの時って保証金請求権って書いた方がいいんじゃないですか いうときに、私は、それは保証金請求権に、レジメにあるかないかは全然どうでもいいんです。言葉悪いけどね。どうするか。そのときはね、聞くんです、みんなに。はい、保証金請求権書いた人って。2人しか手挙げなかった。残念。<laughs> みんな書きませんと。だったら、そこは確かに問題から言える。例えば、出願中のこと言えるから言えるんじゃないですかとか。例えば、まあ、今年の過去問商標なんかもそうでした商標の論文もそうでしたけど、周知性の要求の時期っていうのが、読み方によってはいつ周知になったかわかんないから。 41個15号に該当しないんじゃないですかとか、まあ、読み方によっては読めるという問題は出てきます確かにで実はそれが大事じゃなくって他の人がどう読むかなんです論文はだからこういうゼミとかだとそれがすごくメリットがあってみんなにだからゼミでよく質問の時ってねこれを聞いてほしいわけそうよくねだから間違えたとねあ自分は、えー、これ利用関係書いちゃったとあレジュメンないああもう間違えたじゃないそこで質問してほしい先生利用関係も書いたんですけど他にも書いたしてますか おじゃあ聞いてみようよって。量関係書いた人って。え2十人ぐらい手を挙げたと。あ、レジュメないけど、じゃあ書いていいんじゃないとかね、うん。まあ、それ明らかに間違いだったらダメだけど、2十人でもね。でも問題から書けるんだったら、あそれはじゃあ,あってもいいよっていう。私はそういう判断。だ自分がどう考えるかではないですね。あとは、あの自分やっぱり普段事務所やってるので、あの事務所やってる、事務所働いてる、事務所経営してるわけじゃないですけど、働いてるので、便、ま、利、あ、士としての視点。で、論文試験って結局ね、OJT なんですよ。 そうもうもね受かったらみんな便利子で活躍するんだからすぐに、ね、一応研修あるけど技術は落ちることないから <laughs> ってことはもうねこれ試験が終わって、えー、もうその合格した翌年には便利子登録できちゃうわけ全部のパターンまだバリエーションねカバーできてないですということで論文試験でいかかににに多くの事例に当たるかによっっててそれが実務に役に役立ってきますよく私が言うんですよね受講生はねやっぱりね問題も読みました ねえ例えばこれ拒絶理由だから分割出願してもいいんじゃないですかよくあるこう質問そう特許のね問題でこれ分割出願って言った時に私はよく何て聞くかっていうと君ね A 君さってじゃあ分割出願っていくらかかると思うってこれ必ず聞くのねうん便利士としてお客さんに分割出願を提案するってことはそれなりにメリットがないと提案できないんですよじゃあ分割出願いくらかかる 考えたことこうと思っい受験生で勘でいくらぐらいっつってねうん、まあ、10万ぐらいですかとかって言うんですけど、まあ、大体審査請求その後するからね別に、うん、で、まあまあ、30万いかないけど、まあ、20万以下はかかって事務所使えば大体やっぱり25万から30万ですよ三十万補正でいけばそんなお金かかんなかったのに分割したら30万その30万かけるメリットって何ってなるわけじゃあその考え方すごく大事なんですよ実務的には。 んだから、うん、だから結局お客さんに提案することが論文の項目なんでやっぱりそこはなぜ提案するのか単純に項目だから「ああ拒絶流通地の対応だから意見書ですね補正書ですね分割ですね国有ですね」じゃなくてなぜそれをするのかっていうことをやっぱり私はしっかり考えていただきたいだから問題文に関しては事例をしっかり押さえていくじゃあその事例っていうのはね要するに本当にもう黄さんが何者かまで押さえてくれっていうのは私そう。 単純にこうとか打つじゃないの。仕事やった時私こうとか打つじゃないの。皆さんのことこう打つと思ってないから。ね。皆さんやっぱいろんな環境があるわけだから、やっぱそれを踏まえた上で考えていってほしい。うん。ということでやっぱ論文の結局その事例を勉強するには一つは通れんだけど、もう一回やっぱり過去問です。過去問、めっちゃいい問題。うん。どれ見てもね、完璧 <laughs> あの、だから過去問を何回もやっていただきたい。いや、俺も過去問やりましたよ。うん。3回、過去問。3回やってスタートです。 うん、これも今の合格者、自分のゼミ性の合格者もよく言ってます。いやー、あのやっぱりね、3回やってみて、初めて始、ま、始まったぞって気がしてきましたっていう。そうなんですよ。1回、2回見てね、過去問できるようになるかってできるわけがないそれぐらい奥が深いんだよ、過去問は。うん、だからゼミの間通してね、過去問。ただ、その時もやっぱり勉強の仕方っていうのがあります。ただ、いきなり過去問やったことが難しいので、まあ、過去問プラス、まあ、この私の場合は論文コレモンって呼ばれてるものですね。論文コレモンっていうのはね、過去問をね、こうばらしたパーツなの。 うん、こう短くしたよね一個一個の論点をだからこれを移動中とか空いてる時間に見てもらって一個一個の部品は頭の中に入れてくださいただ論文の問題って問題文の言葉条文の言葉そしてこれも女規範これをガチャーンと合体すると合格答案ドーンって出てくるそのもう3つだけでいい問題文の言葉と条文の言葉を使っただけで意外に答案ってできるんでしっかりうんやっぱり論文が駄目でしたただ今年こうも今ことしましたまああとはあの知識的な面っていうのもありますよ やっぱ特許なんかだとどうしても PCT184 じ絡みの知識っていうのが、まあ、うまく、ね、いかなかったりするんで、まあ、そういったところは、ね、一緒に対策をしていきたいな、まあ、特に嫌々関係とかはちょっとあの特別講義とか、まあ、そういうところでフォローアップしていきたいなというふうに思ってますと、はい、あとまあ自分のゼミの場合欠席の時ですねあのどうなるかっていうと、まあ、やっぱね通学が原則、まあ、時々これご質問いただくんですよ。 うん、やっぱ自分がもともと通信のね入門講座もやってますからあの通信じゃないけど何、うん、とかね、えー、まあね例えば通業っていうのはね今までまあいろんな仙台の方、えー、仙台福島、えー、新潟浜松 <laughs> ぐらいいまででるんですよ、うん、なんだけどそれより遠い方はいなくてまあ宮崎とかでいらっしゃったんですけど宮崎の方はちょっと東京来るっていうもう前提があったので、まあ、しばらくはあのー、通信対応してたんですけど通貨が原則かなとでまあちょっと遠い方はあのー、2, 2週に1回とか3週に1回っていう場合も今まではありましたね。うん っていうとまあ最初ある程度通学で来ていただいてあの例えば一ヶ月とかあとはまああの決済フォローみたいな感じでしていくっていうこともまあ考えられる。なぜかって言ったらねやっぱりフェースとフェイスで。 やっぱお互いいいいい関係がが、ねうん、まず気づいていきたいなっていうのがあるんですよねだからまあそういった意味ではちょっとまあ通学あのしていただきたいと思ってますただあの毎週やっぱね生活とかありますからそこはお任せします後半とかになってくるとね例えば学習になる場合もあるかもしれませんただ欠席時はゼミと同じことをやってくださいこれがさっき言った当連ではないんですねだから単純に休みました問題解きましたはい答案んま投げました添削してくださいでやるんだれば当連なんです まあそうじゃなくって、やっぱ血席時も同じように問題解いて、分析シートでチェックして、音声、音声はね、一応あのお配りしてるんですよ、一応録音したのを私してるので、それで音声聞いていただいて、で、まあ、こう、ゼミに出てるような気持ちで,で、まあ、こう、1週間、で、まあ、メールとかで、あの、答案送ってもらったりしてるんですけれども、まあ、そういう形ですよね、実際。あと pdf が、まあ、えっ、ー、とーまあ、家にあるときはワード形式でもいいかな？ちょっと今今年夏ゼミでそういう実験をしてたんですけれども、もまあ、ワードで書いてもいいかなっていう。あの形では考えてます。はい、うん。まあまああのー、まあ、手書きでね。動画を書くときもありますし。しまあ、家でやるときはそういう練習でもいいのかなというふうに思ってますので、一応まそんな形ではまあ、何らかのか何らかの形でトーンを提出していただくということになります。 で配布物が、あのー、共有フォルダをどうしても。うん、一応、まあ、あの L タワーに行けば印刷したものはこう閉じて置いてあるんですけれども一応欠席時でもあの家でできるようにあのドロップボックス経由であのお渡ししてるので PDF とかも iPad でこう PDF だとこう私採点したりするんですけど、まあ、コンピューター上の PDF じゃないと結構見れなかったりするので、まあ、そこはあのー、パソコンがある程度 ちょっと使えるっていうのが前提にはなってしまうかなと。であの、ごめんなさい、そこがパソコンができません。だから対応してくださいというと、私は個別の対応難しいので、うん、ちょっとそこはあのごめんなさいっていう形で、一応そういうとこだけね、ちょっとお許しいただきたいなと思ってますと。はい。というところでね、えー、私のゼミなんですけれども、最初に言ったように、やっぱ楽しく、うん、やっていきたいですね。うん。あの、一番本当にありがたいのは、合格。 祝賀会です、ね、今祝賀会か報告会かいろんな形で合格後にねお話しさせた時あのさしていただいた時に「いや先生ね、うん、今年ゼミ出れないの残念だ」って言われるのが私一番好きで、ね「ああもう今年も出たかったですよ」って、まあ、受かってるからこそね言える言葉ではあるんですけどでもやっぱりそれぐらいね「うん、ああもうゼミつらかったですねもう,もうゼミあもうあ出たくない」じゃなくてやっぱ面白かったと。 言っていただくのが私にとっても一番の,あの褒め言葉ですし、うん、あのそうなりたいそういうふうにあのしていきたいなと思ってねゼミは毎年やっていますんでねただまあねあの遊んでるだけでは当然勉強にならないので、まあ、合格をしていくっていうのがねそれは当然一番の目的ではあるんですけれどもただやっぱり楽しさっていうところがないとね私は続かないかなと思ってますんで、うん、あので是非ねあの一緒に楽しくねあの勉強をさせていただければと思いますのであの頑張ってやっていきましょう。 はい、えー、というところで、えー、とあとはまあ一言でそうで言っとくと、あとまあ、よくあの初学者の方でも無理ですかっていう話をいただくんですけど、そんなことはないですね。うん、もう、ね、やる気です、やる気、うんあの <laughs> と,ところで、あのぜひねあのチャレンジしていただければと思います。と,、はい、というところで、えーまあ、今回、ゼミのガイダンスということで、これね、えー、最初は15分したんですけど、結局20分ぐらいになっちゃいましたけど、えー、ちょっと話したこといっぱいあるからね。 うんどうしてもね、どうしてもついつい長くなってしまうんですけど。はい。ということで、じゃあ一緒にね、頑張っていきたいと思います。じゃあ、えー、今日はね、これで解説を終わりにしますので、ぜひね、ほんとゼミで一緒に勉強できたらと思います。じゃあ今日は終わります。皆さんどうもお疲れ様でした。長くありがとうございました。さよなら。<laughs> さよなら。えうるさだだよならで。うん